信長様、この光秀。最後まで背き切りました。信長様は死んだ。じゃが世界は変わったか。何も変わっとらん。戦戦の毎日じゃ。信長様のやり方が正しかったとは思わん。じゃがあの方は確かに前に進んどったんさ。わしも前に進むと決めたんじゃ。信長様や光秀に代わり日の本を変えるために、わしも信長様のようになるかもしれん。そう思うなら撃てばええ。気になる奴はいるか。俺はお前の目として動いてやる。孫一、俺はやっぱりお前が作るよってやつを見たいらしい。なら奥州に行ってくれんか。伊達の世継ぎがなかなか面白い小僧らしい。もうそんなとこに目が行ってんのかよ。わかった、奥州一帯お前に代わって見てきてやる。秀吉、くれぐれも信長になるんじゃねえぞ。俺はもう伊達が死ぬのを見たくねえんだ。ああ、分かっとる。わしももう、たちが悲しむ顔は見たくない。